ました。はい、合ってますかね、これとの解説は。ああ、そうです、そうです。ね、公権知事免許なんで、国土交通大臣にね、届け出る必要がないということですね。その通りです。結構ね、こういうここまで読んで、この後読まない人がいるんで、まあ、こういう付け加えて複雑にしてるやつがあるんですけど、まあ、こういう問題も結構ありますね。はい、ではあとこれですね。これも1分でやってみましょうか。正解です。合ってましたかね。はい、そうです、こうです。これを結構速やかにとか遅滞なくとか、あと数字を書いてくるっていうのは結構あるんで、だからこういう問題を僕が覚えるときは自分が免許検定になったつもりで勝手に あそこの不動産会社は何日見ないに来なかったからあそこはダメだとかあそこは OK だとかね、なんかその免許検定の立場になって考えたりすると割と覚えやすいなっていうところ。そうですね、速やかに、遅滞なくとか。はい、じゃあこれをですね、2分30秒でやってみましょうか。だいぶ呼ばれるのが早くなってきましたね。そうですか。そうじゃないですか。なんかだいたい読まれてるかなって気がします。ちょっと読みました。はい。次からちょっと2分20秒でいってみましょうか。今日は本当に問題解ける解けないよりももう実際の試験の時に慣らしてくるような感じで、だから1時間にしてるんです。
じゃあこれはですね、はい、まずまあ正しいところにグリグリと印をつけることと、はい、で、あ、都市計画法に規定する工業専用地域内の土地の、建築資材置き場のように供されているものは法第2条第1号に規定する宅地に該当すると、はい、これは丸です。で、簡単に言うとこの現在建物が建っている土地、宅地とはですね、今建物は建ってないが建物を建てる目的で取引される土地、用途地域内の土地、まあ、この道路、公園、河川、などは除くですね、それで用途地域内の土地は宅建業法上の宅地となりますということです。だから宅建業法上の宅地というのはこういう定義になっているということで覚えておいてください。で、割とそうするとじゃあ民法上とかと違うのとかいろいろあるんですけど、それ考えちゃうと結構脱線しちゃってあれなんで、とりあえずは宅建業法の場合はこれだという感じで覚えてもらった方がいいと思います。で、い、社会福祉法人が高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住、向け住宅の賃借の売買を反復継続し営む場合は宅地建物取引業の免許を必要としないと。これは×ですね。社会福祉法人がと出ていますが、まあ、サービス付き高齢者住宅の、賃借の売買をと出ています。で、こういう、ね、表がありましてですね、ここに該当するんですよね。これなんかこれを見ると社会福祉法人って書いてあるので、なんかサービス付き高齢者住宅はこのサービス付き、ね、この社会福祉法人がの持ち物なのかなと勘違いしちゃいそうなんですけど、売買というのは仲介するってことなんで、自らの所有物件というわけじゃないということなのでね。ですので、それを反復継続してする場合は、賃貸、これ所有物件とも書いてないですからね。この場合は、必要ということになります。宅建の免許必要ですね。はい、う、都市計画法に規定する用途地域外の土地で倉庫のように供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しないと思って、これを覚えなくていいと思います。この法第2条第1号とかよりも、丸か×かみたいな感じで覚えていた方がいいと思うんで、この条を第何条だっていう問題は出ませんのでね。はい、で、これは、宅地に該当しないというのがあったんですね。まあ、要はあれですよね、建物が建っている土地ですから、ね、先ほどはここの、ね、用途地域内ということで丸でしたかね、宅地ということでしたかね、現在倉庫が建っている土地ですので宅地に該当しますですよね。はい、賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて賃借の売買を反復継続して営む場合、宅地建物取引業の免許を必要としないと。はい、これは×ですね。賃貸管理会社を運営するには宅建業の免許は不要なんです。賃貸管理って言いまして、まあ、要は建物のおもりという何号室の何々さんから水漏れがあったよと、それに対応すると大家さんから対応する、そういうの賃貸管理って言ったりするんですけど、ただ賃借の売買っていうのは賃貸借契約の取引をするということなんで、取引をする場合は宅建業の免許が必要ということです。はい、こういうことですね。ですので1になりますね。で、じゃあこれをちょっといじってみましょう。はい、じゃあこの問題をちょっと1分でやってみましょうか。お願いします。
はここに当たりますよね。反復継続する場合は必要ですけど、1回放棄だから。そうですそうです。そうです。だから土地の所有者さんが、この土地をこの人に売るっていうのを1回放棄だったら、ね、OK なんですけど、それを分譲宅地にして何回も反復継続して売るっていうとあれなんですけど、反復継続じゃないんで、必要としないということですね。よく考えたら分かることですね。いや結構ね、だからこういうの社会福祉法人とかを出すから分かりにくくなるんですよね。なんかこれとこれって関係あるんじゃないかと思っちゃうし、ね、最初のだから改、これの改変問題の前は、ね、社会福祉法人がだけだったんでね、なんかこれとセットみたいな感じがするんですけど、違ったりするんでね。だから社会福祉法人でも免許は必要だぞみたいな思い方をしちゃってるのがよくない。ああ、いやいや、必要ですよ、必要ですよ。反復継続する場合は、もちろん、もちろん。はい。はい。そうです、そうです。じゃあ、これもちょっと1分でやってみましょうか。必要としないです。お、そうです。借り上げの場合でも、不要となります。借り上げてわかりますかね。こういうふうにですね、オーナーさんが、ある会社に、まるまるお願いして、僕はもう貸主っていう形で運営するんですよ。そういうのを借り上げって言いまして、なので、ここからこのオーナーさんのマンションを丸ごと借り上げてるって言い方をしますね。だから全部一棟ごと借り上げると今度は管理とかじゃなくて、例えば空室があるとか空室がないとかで、もう何人入っているか一定の賃料をこっちに支払ってるんですよ。なので、空室が空いて、困ったりするのは国になるので、まあ、そういう契約の仕方を借り上げって言いましたね。だからこの方は南郷市のなぎさんがここに住んでるとかでは全然わかんないんです。もうここが貸主になってるんで、こういうのを借り上げていますね。これちょっと民法で出るかもしれませんね。民法とか借家法でちょっとだけ出るかもしれませんね。はい。そしたらこの問題をやったらちょっと一旦トイレ休憩にしようと思いますので、ね、はい、これを2分20秒でお願いします。
宅建業者 C 社、非常勤役員が刑法第208条、凶器準備集合罪及び結集の罪に罰金の刑に処せられたとしても C 社の免許は取り消されることはないと、これは罰ですね、まあ、非常勤であっても役員であることは変わりないということですね、はい、で4、宅建業者の代表取締役が懲役刑に処せられたとしても執行猶予が据えられば、宅建業者の免許が取り消されることはないと、これも罰ですね、でこれ簡単なあの一覧がありますこういうのがあるらしいですね、まあ、結核要件となる犯罪っていうのがもうある程度決まっててですね、で、タクとこの背という文字を除くと あとはもうお、傷、暴、凶暴の凶でしょ、脅迫の凶でしょ、暴力の暴でしょ、もうあのやから的な内容なんですよね。で、これを前教えるときに宅建業者の背中はやからだっていうふうに言ったら当時勤めた社長に怒られたんですけどイメージが悪くなるだろうって言われて、けどなんか僕はそうやって覚えて、そしたらまあ罰金刑でも結核になる要件はもうこの宅性やからだとかいうふうに思いましたね。そう覚えると割と、はい、覚えやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後にこの、休憩前に、この改変問題を、やってみましょう。お願いします。これ、多分すぐ分かるんじゃないかな。取り消されますよ。あ、その通りですね、はい、金庫以上の刑ですね、はい、その通りです。はい、調子が出てきましたねじゃあ今からですね、10分間休憩しますので、はい、ちょっと一旦ゆっくりされてください。はい、丸暗記しちゃうとあれ結構
利なんですけど、はい、一問一答と、はい、この4つから選ぶ問と過去問、はい、あと弱点っていう4種類があって、過去問だとまあつらつらとも、はい、そう試験みたいな感じで、なのでとりあえず一問一答せせとやっていくんですけど、過去問を、ね、連続して解こうとすると、はい、この問題がしか間違い一番だったなみたいな、あ変な思い方をするので、先生も一問言ってもらってるんですけど、だからなるべくあのアプリの場合は、その過去問がシャッフルされるやつがあるんですよ、はい、それを選ぶようにした方がいいですよって勧めてますね。するとあのあこれ1番とかならないんで、あの順番が4番が前に一番最初に来てる場合とかあるんで、はい、まああとあれですよね、その過去問ガンガンやって時たま模擬試験みたいな、まあ、過去も見ない試験をちょっとやってみることですね。宅建の試験でですね、あの一通り、まあ、あの民法とかとやっぱり置いといて、まずは宅建業法で20点取ったらだいぶ可能性が上がるんで、今じゃあ宅建業法になります。そうですね、はい、結構皆さん宅建業法が順調だと7割とか8割の回答ぐらいで次行っちゃってちょっと点数伸ばしちゃうんですけど、宅建業法の点数取りやすいんで絶対、はい、民法で1問取ることよりも宅建業法で1問取る方がやっぱ取りやすいと思いますね。で税法なんかあんまり、まあ、出ないじゃないですか、あの範囲の地域少ないんで、それを一生懸命勉強してもなんで、あであとあの46問から50問あるじゃないですか、あれは割とあの試験会場に行ったら、あと5分ですね、あの試験会場に行くと、宅建のその学校の人たちがあのチラシ配ってるんですよ、まあ、もし落ちたらうちに来てくださいねって言って、でそこでその46から50問の予想問題ってあの配ってるんですよ、あれ割と当たるんですよそうなんですよ、まあ、要はあれが当たるとその当たったっていうことで、そこに行きやすい、そうですそうです。だって向こうからしたらあの当たりやすいトピックスの5問を配ってるだけなんで、その要は、1番から45問をあの正答させるよりは、5問免除その取ってない人をこちらに呼び込むやり方の方が簡単なんですよ。だからあれはね、あのなんか配ってるとあなんか鬱陶しいなと思ってみんな取らないんですけど、あれどんどん積極的に取って、はい、あのまあその、ね、まあ、土地統計白書とかああいう内容ばっかり言ってたと思うんですけど、まあ、そこまで手が回らなかったなっていう時はあれを持っといていただくと、あので会場でちょっと読んでいただくと結構当たっていることがありますね、はい。仕事しながら大変ですね。毎日の眠気との戦い。ああ、そうですよね。帰ったらすぐじゃ勉強ができるかというと、家のことをしないと。ああ、そうですよね。女性の方は特に大変ですよね。
YouTube の場合結構はその動画を前提としてるんで、あの見ないと分かんないやつとかありませんか？ありますありますポッドキャストはあの聞く方を前提としてるので、あの何でしょう、見なくても、まあ、時たまあの、本と一緒にやってるような内容があって、それは僕を見てくださいって言われますけど、時間ももったいないと思って携帯持ってやったりね。ああ、僕も同じことしてました。で問題を解いて間違った教科書ではなるほどで、その時は納得するのに2週間後に解くとどうだったかなみたいに、なんかなんかその理解がなんか落とし込みができない。繰り返すしかないかな。そうですね。まあ、繰り返す期間をちょっと短くするとかね、3問やってまた戻るとか。結構10問やってぐらいで戻ろうかなと思っても、まあなんだかんだ4択なんで、まあ、10問だったら40問やってるようなもんじゃないですか、なんで3問ぐらいで戻ってもいいかもしれませんけどね、けど1問1答はいいと思いますよ。はい、はい、じゃあ続けてやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですけど、この問題を2分20秒でお願いします。これはこちら書いてある通りですね、有効期間満了
90日前から30日前までの間に、免許を申請書を提出しなければなりませんと。2週間というところが間違いですね。3番です。その通りです。有効期間満了日までに免許が更新されない場合、従前の免許の効力という点ですね。適用に、免許の更新を申請して、従前の免許の有効期間満了日までに処分がなされない場合は、処分庁の方の問題ですよね。行政処分みたいな問題だとそう言われますね。従前の免許は有効期間